In the realm of games, is there a champion who has consistently emerged victorious? Arcades, consoles, smartphones. Has anyone ever dominated across every gaming platform? Such a champion stands among us. Visionary who reads the winds of change and seizes the moment. Now, the legendary game creator, Yoshiki Okamoto, enters the arena with Krayta Nexus. A man with the blueprint for gaming triumph.皆さんこんにちは、岡本よしきです。長くね働いてるんでいろんなタイトルにはこう関わってきてるんですけど、ストリートファイター2とか、バイオハザードとかモンスターハンターとかいうのに、携わってます。で最近はってもう10年経つんですけど、モンスターストライクっていうタイトルに関わってます。3つのプラットフォーム、アーケードでコンシューマー、携帯アプリっていうところで一作を作ってますけども、ユーザーに対してどんな面白いゲームを提供できるのか、それがどんだけ継続して彼らを喜ばせれるのか、そこに、まあ、継続率とかお金とかっていうのが発生してきてるだけなので、ユーザーファーストでやってきた結果かなと思ってます。結局ユーザーは真新しいものが欲しいので、 Web3.0 には可能性をすごく感じてます。僕が今回作ろうと思ってるものっていうのを具体的には言えないんですよ。ちょっとその特許申請とかセンシティブな問題になってて、今までになかったものであることは もちろん分かっていただけるかなと思います。ユーザーさんには緊張感はめちゃくちゃ感じてもらいたいし、でクリアできない人が世の中にいるなんてことは全然考えたくないので、ヒントとしては全員がクリアできる、で全員がクリアできない、あと e スポーツになってくれたらいいなと、それになりうるように自分としては企画を立案しているつもりなので、そこは抑えれるんじゃないかなと思ってます。今回結構いいアイデア思いつきましてですね、これを実現できるプラットフォームはないのかと探した中でですね、これ俺のためにできたプラットフォームじゃねみたいなプラットフォームが実は立ち上がりました。それがクレタになるんですけども、こちらでですね、僕の42年間の、ゲームクリエイター人生の集大成となるようなですねゲームを皆さんにお届けできたらなと思っております。こういう仕組みですっていうことはもちろんお話しする予定です。なので、ぜひですね私の話を直接聞きに来ていただけたら幸いです。We look forward to seeing all of you soon.